V ロード第9節1戦目。この場面で打席にはソトが入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。初球打ち、ここは打ち上げています。坂本が掴んで3アウトです。バッターボックス吉川、2アウトランナー3塁です。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。2番バッター吉川、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。3球目見送っています。ボール打ちました、ピッチャーが取る、これで3アウト、試合終了。今日は見事な完封で白星。